everyone, I'm Ichika Arisawa from Hello Project Kinshusei. So for today, the new member of Hello Project Kinshusei, me, Ichika Arisawa, will surprise interview to senpai member of Hello Project Kinshusei. And together, we are going to discover who they really are. Hello Project Kinshusei ってどんな人やるか? Yay! はい。今回はどんな方にインタビューするのでしょうか。はい、この方です。どうぞ。はい、はい、東京都出身、松原ゆりやです。ビニャンサブ松原ゆりすごいすごいビニャンサブ、あ、一回一緒に帰った時に教えていただいてる、はい、そのロシアも、ね、まだメモに記入してあります。で、松原さんに2つほど質問があります。1つ目はお笑い芸人が好きということなんですけど、はい、最近ハマっているネタだとか、自分で作ったネタだったり、なんか新作あったりしますか？最近はないです。ないですか？続けてないです。一回私松原さんがネタを披露したのを見たことがあるんですけど、まだハロプロ研修生入ってない時に、なんかアップルパイみたいな、あれめっちゃ好きで、なんか個人的にめっちゃツボに入ったので、ね、成長したアップルパイ、アップルパイじゃない、あれをはあ、そうです、カメラ向けてどうぞ。すいません、無茶ぶり。いいですか？はい、どうぞ。冗談冗談、アップルピー。なんか元気になってます。ありがとうございます。生で見れた、はい、めっちゃ嬉しいです。はい、かしこまりました。はい、2つ目の質問は、はい、実力診断テストがあったんですけど、あゆハピですごく舞台裏から聞こえてくる歌声だったり、ここから出してっていうセリフだったり、なんか感情、私の感情にぶっ刺さって、すごい大号泣したんですよ、舞台裏で。もうすごいみたいな、なんか刺さって、そこでなんかその感情を出すとか、その表情とかはどうやって研究したりとかしてるんですか？なんかアユハッピーはなんかすごいハッピー、人をハッピーにするなんかイメージがあるので、なんかここから出そうみたいな、そういう気持ちを入れて頑張りました。松原さんのそのアユハッピーをなんか聞いてるだけで、なんか本当にハッピーになれるというか、ハッピーを通り越して感動いたしました。 ありがとうございます。もう多分見てくださる方も本当にもう歌われました、見事に。ありがとうございます。ロシア語ができるということで、私に何かちょっと教えていただくことはできませんでしょうか？はい、できます。できます。おお、すごい。何かありますか？何を教えて、何じゃあ無難に自己紹介、でも自己紹介、自己紹介、なんか使える、簡単な、はい、簡単な、もう皆さんも多分ロシア語はい、なんかどんな、なんかありますか、みんなが使う。で、ウィニアサブはなんか前教えていただいた、もう一つ、何が好き、何が好き？ハロプロジェクトが好きです。ヤープロジェクトが好きです。ヤーリブリュー。難しい。英語より全然難しい。ヤーリブリュー。あ、ヤー。ヤーリブリュー。ヤーリブリュー。リブリュー。リブリュー。ハロプロ。ハロプロジェクト、ヤーリュブリュー、ヤーリュブリュー、
やりょちょっとやりょやりょりょハローポジやじゃちょっとすいませんやりょぶりゅやめてやりょぶりゅハロープロジェクト、はい、何点ですかちなみにもう正直80点くらいやったでもなんか発音がいいのが伝わってすごいなと思うんでこれからちょっといっぱい教えてください、はい、頑張ります。じゃあ最後になんかロシア語で締めますか。なんかありますか。なんか See you みたいなバイバイ的に。パカ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 って言うらしいです。あ、じゃあ最後最後の締めの挨拶をパカパカで締めるパカパカあ、こちらにもパカパカパカイエーイ今回突撃するハロプロ研修生の先輩はこの方です。こんにちは、高校1年生の橋田ほのかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にお座りください。お座りなさいとか言っちゃった。お座りください。はい、橋田さんに2つ質問っていうか、あの嬉しかったエピソードをちょっと話して、はい、あの橋田さんに似合うだろうと思った私と色違いのカチューシャをプレゼントしたんですけど、その時になんか次の3日後ぐらいにあのそれをつけてあのちゃんと写真を撮って送ってくれたんですよ。なんかそれがすごく可愛くて、なんか橋田さんの写真を撮る角度だったりその自分の見せ方だったりするのがすごく上手だなって個人的に思ってて、なんかありますか意識してることとか。意識してること角度は、はい、あの研修生に入った時にもめっちゃ研究をしました。はあ、やっぱりこう角度って写真を撮る上で一番大事だと思うんですよ、うん、髪型とかよりもとにかく角度が、うん、角度、はい、であのいつも写真撮るときに絶対やるポーズはまずこのポーズ。お第一第一第一、はい。で、結構皆さん何枚か2、3枚写真を撮るから、とりあえずこのポーズをした後にこう隣にいる人を見せたりとか同じポーズしたりとか。確かに小顔ポーズなんかポーズをしないとなんか何もない感じになっちゃうから、とにかくポーズをする、うん。ちょっとこのカメラに向かって、ちょっとかわいい、あ、かわいい、あ、こちらでは、あー、かわいい、かわいいですね。ちょっと本当にもう皆さんもうスクショタイムっていうやつですかね。スクショタイムですよ。もう本当にそれがもうやっぱり角度をそうやってなんて研究してるからか、なんかどこでもなんかすごくかわいく映ってていちかちゃんも可愛いよ。そんな可愛い人に言われても、可愛い人に言われてもそんなにダメなんですけど、そうなんですよ。でもこんな可愛い、うん、もうフェイスでもう可愛いもう雰囲気の橋田さんなんですけど、本当になんかしっかり者というか、しっかり者なんか本当なんですよ。本当だってあの私ってどちらかというとトロいっていうか、なんか何をやるのもテッキパキっていうのがあんまりできなくて、なんか2日前にこれをやるんだな、あれをやるんだな、よしってやって2日ぐらいかかるんですけど、なんかペッテッ、はいはい、これすぐ、次、はい、みたいな。なのでなんか髪飾りをつけるってなったりとかしても、あ、いちかちゃんこれじゃないみたいな、もうすぐポッて、それは本当になんか、え、それも2日前ぐらいから考えてやってる。あのリハーサルとかレッスンに行くときとかの準備は家を出る30分前とかに準備するの。私いつも常になんか2日前ぐらいからこれなんかなみたいな、うち考えちゃうんです。なんか早くできるようにとかそういうことじゃなくて、うん、常にギリギリまでこう楽してたいみたいな。
すごいですよね。もう携帯見てたりとか、もうギリギリまで、それこそリハーサル前とかだと、あのリハーサルの映像を見て立ち位置確認したりっていうのをギリギリまでしてたから、あのなんかわかるかもしれないです。なんか小学生の時に私もなんかギリギリまで寝たいんで制服で寝たい。制服で寝たの？はい、シワクちゃんパンチある。あ、もう逆に寝たい。そうですよ、もうそういう性格が大好きで、あの常に横にいてほしいなって思う存在です。全然いや本当です。橋田さんにもう一つ質問があるんですけど、あのそのリモートでその収録などするときに、あの部屋が青いというか、なんかカメラが青くて橋田さんの肌がめっちゃ青く見えるときがあるんですけど、どうしたんかなって。それはですね、はい、あの家族と会議をしまして、ほっちゃんだけ青いよって言われてどうにかならないのかなって思って、あのお兄ちゃんがパソコンでやってるんですけど、パソコンのカメラのところにつけるカメラっていうのが売ってて、おーおーおー、画質を良くするみたいな、それを買ってきてくれたので今は解消されてるはずです。あ、じゃあ画質が悪くて青くなったみたいな。もうなんか部屋が汚いわけじゃないんです。違う、なんか一人だけなんか青くなっちゃって、そう青くなっちゃってたから本当にあれはやばいなって思って、もうそれがめっちゃ面白くて。逆にどうしたらそんなに白く映るのかな。あ、なんか私はなんか照明じゃないんですけど、あの勉強机にあるあライトみたいな、あれをやったらなんか画質がよく見えました。そうなんだ。でもライトを当てても青い。あ、ライト当ててるんだよ。そうなんですか。え、多分皆さんも思ってたと思うんですよ。なんか青い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 。え、でもなんか橋田さんのその青い画面がなくなってなんか寂しい思いもありますよ。どこに寂しさを。え、なんか青いの楽しみにしてたのにみたいな。青いの楽しみにされてるの私。そう。ちょっと別物でもね。でも青い橋田さんもまたフィルターでかけて青い橋田じゃあ最後に可愛いポーズで。可愛いポーズ、はい、じゃあ一緒にやろうよ。え、私できないです。可愛い。で、なんかおすすめの。え、おすすめ。はい、はなんか目の使い方とかありますか。え、目の使い方なんだろう。なんか、真正面でやるんじゃなくて、ちょっと自分の好きな角度とか右か左に。あ、じゃあ私左にしかし、あ、怖いよ、めっちゃ怖いよ。あ、じゃあそれで、もう最後See you next time! あ、怖い。今回来てくださる先輩の方はこの方です。どうぞ。はい、神奈川県出身、中学3年生、14歳の平山由紀です。よろしくお願いします。お書きなさってください。失礼します。失礼します。あの、皆さんに平山さんの横顔の綺麗さを知っていただきたくて、本当になんか彫刻刀みたいな。彫刻刀って彫刻じゃない。刀にしちゃダメだよ。なんか、あ、そっか。それでなんか掘るじゃないですか。それぐらい本当に綺麗で、ちょっといいですか、見せて。どうぞ。やばくないですか。なんか鼻がツンってしてて。え、でもなんかないよ。なんかもう生まれた時からなんかこのお顔なのかと思ったら、もう一緒に住みたいです。一緒に住んで毎日顔みたい。私だったら全然いいけど。やだやだ。なんかそれぐらい、あの本当に顔が綺麗で、あとなんか前髪があったんですけど、最近すごく伸ばしていて、あのおでこを上げることが多くて、リハーサル中でも、あのおでこの形もいいですよ。この人顔の形しか見てなくないですか。いや、いい
ことです。もう本当に目がいっちゃうぐらい、あの顔の形が顔の形が綺麗で、なんかそうですね、そういう感じです、はい、もうそれが本当にで、それが一緒なんですけど、もうすごい可愛らしい笑顔のとともに力強い歌声がすごくギャップがあって、うん、本当に大好きなんですよ。なんか平山さんがいるだけで、うん、あのその曲がもう一段となんか華やかになる感じがいつもして、安心 します。大丈夫そんなこと言って。いやいや本当です。だからもうなんかそのなんかその歌声で気をつけていることとか、その意識してる、そのあここはアクセントとか、ここはちょっとクエスチェンとかありますか？なんていうの、なんか私は小さい頃からお母さんが洋楽が好きで、洋楽をいっぱい聴いてきたので、なんか流すように歌っちゃうっていうか、英語がすごい流れてるように聞いてるから、ハキハキ歌詞を一つ一つ際立たせるっていうのが最初できなくて、なのでなんか歌詞をちゃんと伝えようっていうか、音を意識して、ハキハキ口を大きく動かすように。そうですよね、あの歌詞を伝えるって意外本当に難しいですよね。難しい。曲ってメロディーでなんか流れてるように聞こえて、なんか歌詞が耳に入ってこないっていうのがすごく難しいですよね。でも平野さんは本当にハキハキと歌詞を一つ一つの文字を大切にしているのが伝わって、もう来たってなります。すごい、なんか大丈夫？なんで？そんな、私そんなじゃないよ。そんな。もう本当にもうぜひもう本当に見ていただきたい。本当にダンスもすごいいいんですよ。で、本当にいいんですよ。なんか、その、なんて言うんだろう。なんか、パワフルというのがすごい似合う。もう平山さんといえばパワフル。でも最近すごい可愛い表情が。待って、大丈夫、落ち着いて。すいません、私本当に。ごめんなさい。舞台上から見てても、あ、可愛いってなる表情も。そう、そんなことある？ありますよ。本当にありますよ。ね、あでもなんか、うん、でも一番可愛いのは楽屋とかで目合った時に微笑んでくれるのが一番可愛いです。いや可愛いんですよ。いやダメですよ。だからちょっと楽屋で皆さんがちょっと楽屋にいて平山さんと目が合ってニコンみたいなちょっといただいてもいいですか？そんなこと。本当に可愛いですよ、これが。そう、意識しないからそれ。そう、できますよ、こうやってして、うん、なんかしてます。してます。はぁー、いやねえ、そんなんじゃないよ。いやそうそうそう、皆さん倒れた。そんなんじゃないよ、私そんな、もう私と同じ。そんな可愛い感じじゃないよ、ちゃんと本当に。もう本当に、うん、あともう一つ質問。うん、平山さんは第一移動がかっこいいんですよ。その曲と本当に私はいつも番号を確認する、うん、あ次は上手の位置だ、行かなきゃみたいな感じが多分一緒いやいやいや同じです。なんかあ次は2だこっちだみたいな感じなんですけど、うんうん、その曲との曲の間とか、その移動する時のその仕草とかはどうやってやってますか？本当に、いやぜひ注目してください。本当にすごい。いや私本当に今回の発表会でも結構2秒ぐらいで7個移動しのところがあったんですけど、いや本当にただ単に猛ダッシュみたいな感じだったし、いやでも本当になんて言うんだろう、その曲がいっぱいつながって、なんか メドレーみたいな感じでやるときもあるので、その一個一個ちゃんとした区切りがないことが多いから、曲が次の曲が鳴ったときにその曲の主人公っていうか、うん、
女の子になるように気をつけてて、例えば可愛い曲だったらなんかキュルルみたいな、あキュルルいただきたいみたいな感じでいようとか、その今回のかっこいい曲だったらなんかちょっとみたいな、なんて言うんだろうね、あ、わかる、はい、微笑むっていうよりはなんかニヤみたいな、ドヤ顔みたいなのを意識したりとか、なんかその横顔を褒められるのはそのいちかちゃん以外にもあったので、そのなんかわざとこうやって見てからこうやってなんかなんて言ったら、あ、かっこよかったさっきスッて見てからなんかピッて見たりとか、目線の、あ、目線できるだけそのお客さんと一対、いや別にお客さんが一人しかいないわけじゃないんですけど、一対一で私を見てくれてるっていうのを意識して、あ、全部見られてると思ってやるようにしてます。すごい、そういうその、ま、真面目だっていうか、なんかそうやってそのちゃんとパフォーマンスと向き合ってる姿もかっこいいし、さっきみたいに微笑んでる姿もかっこいい、かっこいい、かわいいしそれとその舞台上だとギャップが本当にギャップ萌えですよね。そんな、はい、そんなです。そんなっていうかいっぱいです。そんな、そんな、どうやって表現してるか分かんなくてなんか本当にすごく、なんかすごく、あ、そうです、すごくすごくギャップがあって、なんか何種類ものギャップがあって、あのついていくのが大変ぐらい魅了されてます。ギャップって何種類っていうさっきのかっこいい姿だったり、いろんな面がある。そうです、いろんな面があるので、はい、そうやっていっぱい教えてくださいます。そんな意外な先輩じゃない、はい、意外です。無限しないです。本当に意外です。まだね、歴から行ったりしたから2番目です。年も2番目なんですよ。謙遜してる姿もすごい可愛くて美しいです。可愛いです。皆さんもっと平井雅さんのこと知っていただけましたでしょうか。はい、じゃあ最後、なんかあの挨拶があるんですけど、そのなんか See you next time って言うんですけど、なんかありますか、ポーズ。今思いついた私、そういうの苦手なんだ。せーのって言います。 See you next time。